ニュース行ってきましたです。えー、さて今回はどこへ行ってきましたか。はい、あの二、ー、つほどえっ、ー、と、はい、イベントがありましたのでそのご紹介を今日はしたいと思いますが、はい、まず一つ目ファーウェイさん。おおはい。 えー、ファーウェイウォッチ GT3SE というモデル、まあ、ファーウェイウォッチ、まあ、時計腕時計スマートウォッチですけれども、はい、これの新製品になりますファーウェイウォッチは、まああのまあ、いくつか種類があるんですけど、まあ、この GT シリーズの最新モデルという位置づけになりますが、はい、11月18日に発売されお値段がですね、うん、なかなかいいですよっていうですね、うん、そっちのいいですよじゃなくて。うん お手頃ですよの家ですよの方なんですが 2>,、うんうん、2万7,280円<ー>まあ発表会でもちょっと実は映像も撮ってきたんだけど現物ありますか現物出してよっつってですね、まあ、パ,ッパッケージこんな感じ、はい、でこんな感じのデザインでございますと当然文字盤はこうやって長押ししてこんな感じで自由に変えられますけれども<ー>まあいくつか種類があって心拍数とか。 血中酸素とか、まあ、例によって例のことこういうことがれます、はい、もとも,もちろん歩数とかねいろいろできるんですが、えー、ちなみにこれ1.43インチのアモレット要するに UQL ディスプレイです、うん、なんと、ね、重さがですね35.6なんで結構軽いですこのハードめのデザインだけど軽いっていうのは結構ポイントかなと思いますしスノーボードとかスキーとかいわゆるウィンタースポーツを含んだ約100種類以上の、えー、ワークアウトをまあ 対応しているとで、えー、GPS をはじめ、まあ、いわゆる位置情報の衛星に関してはヨーロッパのとかも含めてですけれども、うん、5種類の衛星に対応と。 でこのまあ衛星対応をうまく生かして登山に行く時の,まああのルートバックってって要するにこの登山道から入ってきてこのルートでそれをそのまま戻りますみたいな道をたどってえやるみたいなこともできますんでこれはまあ非常にいいポイントまあ実際使う人にはいいポイントかなと思いますし一応 5ATM なんでまあいわゆるまあ日本的に言うとご気圧防水と思っていただいてるんですがで通常仕様で大体え2週間。 14日間、OK、で,す、はい、でまあ結構ヘビーに使う人でもまあ大体1週間ぐらいで僕はちなみに GT2 だったかな前のモデルあの持ってたんでちょっとしばらく使ってたんですけども、はい、まあ電池減らなくてですね、うん、充電のせるの忘れててもあ全然まだあるじゃんみたいなことが割と普通でしたんで、まあ、そういうで言うと同じようにしてやっぱこれも電池に関してはまあ非常に持つとこのカラーともう一色かな。 あのバンドの違うまあケースのカラーの違うのがありますけれどもあのファーウェイさんお久しぶりですはいそうですね、はい、なんかあのスマートフォン以外の製品いろいろでも出されてるいうそうですね、はい、あのまあ今回はファーウェイウォッチの新製品でしたけど、はい、まああのいわゆるスマートバンド活動量系みたいな、うん、そのいわゆるファーウェイバンドとか、はい、からワイヤレスイヤホン でえー、ファーウェイフリーバッツとかオーディオグラスって言ってですね,ね、うん、この普通のなんかメガネっぽいですけど、うん、実はあの VR とか AR とかじゃなくて音楽が聞こえるみたいなやつでですね、うんえー、ファーウェイアイウェアとかですねあとまあ実は w i フ f i ルーターの、えー、ファーウェイ w i フ f i メッシュとか、うん、Windows のパソコンの、はい。 ファンウェイメイトブックシリーズなんかもあったりするんで、うん、まあこういうのも、まあ、あの好調で人気が高いということで、うん、まあスマートフォンはちょっとねあの以外でもこういうものがたくさん出ていますと、うん、中でも時計は結構やっぱり時計とバンドはね使っている人が多いです、うん、僕の周りも一人た人いますけど、うん、デザインもかっこいいかねいやいいと思いますねはい、はい、スマートフォンと連携して使うことになりますあの別に ファーウェイじゃなきゃいけないわけではなくて、ね、あの Android 6以上、iOS 9以上なんで、はい、まあだいたいどこでもまあ普通に使えますよっていうのと、ファーウェイヘルスっていうアプリがね提供されてるんで、はい、それを使って、えー、これと連携をすると、で Google Play とかが App Store で普通にあの提供されてるので、まあ、そこからダウンロードしていただければ。はい 使うことができます、うん、スマートフォンはねあのもう番組でも過去に何度かご紹介しましたが、うん、いわゆる Google モバイルサービスで GMS ですね、うん、が使えなくなったんで、はい、まあ実質的にもう自前の OS、まあ、カスタムの OS もしくはハーモニーオーエ o s という、まあ、これもまあカスタム OS なんですけれども、はい、まあそれを使ってってことになりますけれども、うん、でそういう意味で言うと、まあ、平たく言うとファーウェイの P40 以降かなだと、うん、まあ例えば 検索っていうと Google ではなくてバイドゥだったりとかちょっといろいろ使い勝手がだいぶ違う Google プレイは使えないとか Gmail がその普通に使えないとか、はいろいろ制限はあるんですがスマートウォッチとかマイラスイヤホンとかって、ねはい、いわゆるスマートフォンの周辺機器の、はい、いわゆるアクセサリーの類なので、うん、まあこれは別に問題なく使えます。うん からあとランニンニグとかワークアウト運動するね記録するる記録そうすると大体皆さんここの中に入っているそのフ,ァーウェイのファーウェイさんのワークアウトのアプリを当然使うことになるんですがそういうワークアウトのデータ例えばランニングジョインしましたみたいな例えば今日は何キロ走ってどこで何キロで何時速何キロでしたみたいな記録の情報って実はアディタスランニング、うん。はい、要するに 前で言うとこのいわゆるランタスティックっていうあそこをまあアディタスが買ったんで今アディタスランニングって名前になってるんですけどここに実は記録することもできますしいろんな例えばナイキとかアディタスとかいろんなランニングのワークアウトのいろのんなサービスとかアプリがで皆さんまあ有料でそれぞれ入ってるんだけどそうするとそれのデータをまあ相互にやり取りするような。 ツールっていうのもあって、まあそういうのにも使、そういうのとも連携してます。うん、そこはちゃんとしてるんで、うん、まあ安心して使っていただいていいのかなというところで、そしてもう一つ、はい、もう一つのイベントはですね、まあこれはちょっとあのちょっとまあ特殊ツアなんですけど、えっ、ー、とマイクロソフト信用公演が 実は、えー、CEO が来日されましてですねエンパワーリングジャパンズ・フィーチャーっていうですねあの要するにマイクロソフトの一番偉い人 CEO サティア・ナデラさんという人なんですけど、はい、この方が4年ぶりに<お>、まあ、来日をしまして日本に来られた。はい、エンパワーリングジャパンズ・フューチャーですねうん、うん、未来という意味ですけれども、えー、と題した講演を行いましたでこれはですね何をしたかというと、まあ、要するにまあ あの法人とか要するに法人ですね、うん、とかあと、まあ、開発者とか、まあ、いわゆる、まあ、SIR さんっていう、まあ、いろんなコンピューターとかの,そのサービスとかをこう企業さんに提案したりするような仕事をされている方を、まあ、中心に、まあの講演だったんで、うん、一般ユーザーにあまりご縁のない ちょっっと内容だったんですけど、はい、ただ声の,の中でねおっしゃってたのはまあそのまあキーワードとしてあげたのは「doing more with less」といって要するにより少ないリソースでよりたくさんのことを成し遂げられるようにしましょうみたいなお話をいろいろしたんだ、うん、そのためにはだから要するに今まではあれやってこれやってここでデータ作ってなんとかしてってやってたけどえそれって全部ここにクラウドに上げといてここで自動的にやればよくないですかみたいなお話の絵のアプローチなんですけれども、うん。 要するにまあクラウドを上手に使うことによってビジネスは結構うまくいきますよっていうお話をまあ分かりやすくいろんなジャンルに応じてやってたんですけど会場でちょっと変わったなんかどっかのベンチャーのえっとなんかえっとデモが1個置いてあってそれ何かっていうと「これそれがクラウドなの?」って話なんですけど。 ピーマンの自動採取機みたいなな <laughs> があってでですすねロボットなんですよでそのロボットの制御するのにクラウドを使いますみたいなお話なわけですよ。っていうのがあったりしてだから実は意外に身近なこうそういうその僕たちの生活に直接最終的には結びつくようなものも実はそういうクラウドによって制御されて、まあ、あのできますよみたいなお話があってえー、そうなんだっていうので。 ちょっと面白かったなっていう感じでした。さあ、そしてまとめですが、はいはい、あの私も今これずっとスマートウォッチ使わせていただいて,て、ねはいま、はいはい、これあのピクセルウォッチも出たし、はい、ファーウェイさんもね、ウォッチ出たし、はいはい、これスマートウォッチ本気で来るんじゃないですか。私もう手放せないんですよ。そうですね。スマートウォッチはちょっと一つのタイミングかなと思っていて、うんうん、用途とかスタイルに合わせて。うん ま、いろ選べるようになってきたかなって、その環境が整ってきたのかなっていうのはちょっと思うところです。はい、いや、僕はそのなんか成功のなんとかがもう絶対手放されて大好きなんです。カシオの g s h o c のこれがいつも。もう俺バイク乗る時はいつもこれなんですよ。みたいな話とかも含めて、皆さんそれぞれま手放せない。腕時計があるのかもしれないですけど、それはそれとして使いつつ。 例えば普段はじゃあこっちにしますとかみたいなことも含めて使うパターンもあるのかなという感じがしてるしであのスマートウォッチ結構ねあの大体引っかかるのは一つはね充電のことは毎回皆さん言うんですよ。充電面倒 っていいう人がいるんですけど、はい、まあ24時間前後しか持たないって言ってるのはアプローチぐらいでもうこのファーウェイウォッチもそうだしミキサーが使ってるこのアマゾフィットもそうなんですけど、はい、あとシャオミとかもそうなんですけど、まあ、大概皆さん2週間ぐらい、うん、まあまあヘビに使っても1週間ぐらいは平気なんでじゃあ週末だけ行きますみたいなところで週末だけ充電しますみたいな。 ことがでできるのででさっき言ったみたいにそのいろんなそのサービスと連携する、うん、その例えばそのアイ u スランニングみたいなものも含めてですけれども、はい、ナイキのランクラブとかもそうですがこういったものと連携ができるっていうのは結構大きいポイントなので、うん、そういうのを含めて考えるとかなり環境は整ってでいるいなと思います。楽しみだなはい ちょっとね脱線して言うと、うん、ちょっとも最近聞いた話ではスマートウォッチガ、はい、ールではああそうか面白いなと思ったんですけどワークアウトではないいいいけどこううう時に持っっててくよねっていうののががあるのが、うん、海山、うんうん、で例えば海で言うと今回のアプローチのウルトラは、うん、ダイビングコンピューター連携が一応で、まあ、機能が載ってるっていう意味で、まあ、ダイビングの人も興味を持ちますみたいな話なんですけど、うん、で実際にダイビングしてる方も、まあ、お買い求めになってるのは見かけてはいるんですけど。 実はそのとところはね実はこれが山になるとそんな話じゃ済まなくなってな、うんでかっていうとまあ言うても数時間というか一日ですよねっていう話なの一日っては要するに78時間ぐらいですよねって話なんですけどこれ山って話だと入ったらもうなんかいろいろ順番に回ってな山小屋この山小屋ってこの山が通ってんで帰ってくるみたいなので3日ぐらい。 そうすると山小屋に行って充電しようとか思うとあの電源はみたいな話になっちゃうんでうんだとてもじゃないけどアップ t c チの24時間とか、まあ、ウルトラだともうちょっと飲みますって言うけどこれはもう全然ダメだそうです、うん、そういう人にとってはやっぱこれとかそれもそうだしうあとまあガーミンとかまシャオミ t ッチとかうまあそういう各社のもうちょっと長持ちする時計を 使うう方がいいですよね山の人たたちはそ言ってまし結局だからモバイルバッテリーとケーブルとみたいな話になっちゃうけどそれで充電するためにスマホの充電が短くなるとかじゃあ何か落ちた方が良くないですかっていうんでその方はんか全然違う会社のお買い求めでした。ということでですね何が言いたかったかっていうとまあこれから今ブラックフライドとかもありましたけどもクリスマスシーズンを迎えて。 まあ、ねだるんであれば、そういうものをねだってみるのや、いいのかな。はい、まあ、ぜひ、皆さんも、ちょっと、お試しいただいてですね。僕も、いくつかえ。ちょっと、一つデビューしていただきたいなと思います。すすね、あの、そういう意味で言うと、今回の、この、うん、まあ、三万円しない、この,ガーツの。は、うん かかななり魅力かなと思います、ねはい、ぜひ皆さんもえぜひチャレンジしてちょっとねあの、うん、ゆるましさんとかビッグさんとかご褒美自分のご褒美で、えー、スマートウォッチコーナーをちょっと眺めていただければ、はい、いいかなと思いますの、ね、で、はい、ぜひぜひお試しくくださいお試しださい。